福岡市の福岡県護国神社で創建80年となる大鳥居が初めて大規模改修されることになり、今日から工事が始まりました。今、大鳥居の木材がクレーンで吊り上げられました。福岡県護国神社の大鳥居はヒノキ材で、高さが13メートルあります。1943年の社殿創建時に建てられ、福岡大空襲でも焼失を免れました。30年前に表面の補修をしましたが、内部の腐食など老朽化が進んでいて、解体を伴う大規模な改修は今回初めてです。木材と外観をできるだけ現状のまま残し、腐食を補修する手法が取られます。80年間ですね、ずっとご遺族さんから参拝の皆さんを見守り続けてきておりますので、引き続き末永く残していきたい。初詣に間に合うよう年内に改修を完了する予定です。